か。なんかね、左に流れたんだよね。モリループが足りてない。足りてなかった。ちょっと体起き上がってました。ね。多分モリループができれば、自然と体の起き上がりもなくなると思います。そのまま普通にしちゃって大丈夫です。はい、邪魔じゃない？はい、大丈夫です。右がダメですね。でも左もダメ。旗より左の方がいいのかな。旗から左、旗とあの境目の間がいいと思います。了解です。旗と境目の間、後ろ向く。おー、ナイスショー、ナイスショー。今すごい良かった。後ろ向いてみた。すごいいい球。狙い通り。おー、森ループ、そして後ろを向く土台が一緒になっちゃうんだよね。うん、そうですね。うん、難しい、すごく。ドアスイングっていうか一緒に動いちゃいますよね。そう。でもなんかこう森さんとこで聞いてると、あ、本当だ、動かないなってなるんだけど、またこう出るとはいはいってなっちゃう。え、だ。難しいな。でまた森さんとこ行くと、もうできてんな。でコース行くと、はいはいって思う。その繰り返し。まあそうですよね。そう。あんだけ当たってもさ、あんだけ下がってもさ、まだ越えれないんだよね。やっぱ飛ぶよね。どう考えても。ちょっと一瞬前、ごめんなさい。どうぞどうぞ。これにする。後ろ向いて手を振る。こうなっちゃうの？ドンマイってことで。はい、ドンマイってことで。でもすごい良くなったよ。ナイスタッチです。転がりがすごい変わってきた。本当ですか？うん、思ったところに行ってる。おお、ナイス。ちょっとしたことが本当に大事。バーディートライ。
るかも。あー、痛い。弱い。まあまあ、でも登りの分が打ててない。うん、ナイスパー。天狗がちょっと悪かった。はい、ありがとうございます。完璧です。ありがとうございます。よいしょ。最終ホールって何か考えてる？いつも特に考えてはないけど、うん、いいショットして帰りたい。うん、まあ締めくくりはいい方がいいですよね。そうだよね。うん、うん、なんか試合の時とかってさ、まあその時のあれもあると思うけど、最終ホール、うん、でなんかこういい時に来てたら私はよくね、ダメになるんだよね。そうなんですか。そう、なんか考えすぎなんじゃないですか。ここがいくつだったら30代とか思っちゃって、だいたいダボとか叩くの。そりゃ結果の見すぎですね。そうだね。多分目の前の一打、目の前の一打、そう、森ループだけ意識しとけば大丈夫だと思う、はい、目の前の一打と森ループで、森ループ構えたら森ループだけです。ナイスショー。すごい綺麗にドローしてる。良くなった。終わりです。いや、まだ終わってません。まだまだありますよ。まだまだあるよ。これでも所さんには多分長いですよね。長い長い、だいぶ長いよ。レディシーのパー5あるよ。402ヤードって普通。確かにコースによってはあるかも。あるある。だから3オン1パットしかパーがないから、うん、マスボックリー遊んでます。アウト蹴っちゃう、はい、今年のもうあと学校はもう少し、はい、もうちょっとです、ね、もうだって冬休みだよね、いつもね。あと1ヶ月で、はい、そうだよね。でもテストがあるんで。ああ、頑張んないと。高校生ってそういうのあったね。鈴鹿ちゃんさ、もう英語は平気なの？いや、平気じゃないです。じゃあこっからでも行って、行ってしまって勉強しながらみたいな。はい、勉強して頑張ってる感じです。うん、そうだね。難しい英語は。あ、同じとこにある。同じとこにある。ここから差が出ますから。いやいや、それ一緒かもしれない。セカンドの差が。腹筋しようかって、なんかヘナヘナだから最近。おう、何何何、何今のビヨン立てて、わーってってやってる、なんか飛び出る棒みたいな。なんかあのパンチングパンチング棒みたいな。あ、やばいよ、薄いっしょ。か乗ったよ。ナイスオン。だひどい。ひどい。こういうのひどいって言うんだよ、鈴鹿ちゃん。ほんとゴルフ場壊してる。お土しないと。また気合い入っちゃった。50ぐらい。56？ 合ってる？多分合ってると思います。なんだな。これ奥に当たるところないから。ないよね。そうだよね。よし。じゃあしっかり振れる。
あ、ちょっと左、行かないで。あ、嘘。あ、と思ったけど、ちょっと左でしたね。左だったね。なんか薄かったね。うん、右だね。立ちにくい。短く持って、もっと短くです。ここら辺。足はね、閉じない方がいいかも。もうちょっと振りっぽ。あ、そうそうそう。もうちょっと振り幅上げた方がいい。立ちにくいから気をつけてください。本当だ、やばい。うん、でもインパクトで絶対緩めんのはダメです。はい。やばいねこれ。難しい。あ、当たり！当たれ！あー、惜しい。意外に飛んだ。ちょっといつも薄めに入るというか。うん、多分株今のはしょうがないけど、なんて言うんですか、でもこれは難しいと思います。誰でも難しい、うん、そうだよね、乗ったからいいよね、うん、ここら辺でまた止まるよりは確かに全然いいという。今もうまた被してきたから、うん、やった。ナイスパー。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございました。パープレ。はい、全然ダメだったけど。パープレだね。ナイスパープル。いや、全然ナイスじゃないですよ。全然ナイスじゃないですよ。満足。まあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様んさたばさね。お疲れ様んさたばさ。あれね、ウェア。ウェアが様んさたばさ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、初の YouTube。 喋りっぱなしでちょっと大変だったかなと思うんですが、はい、でも楽しかったです。楽しかったですか、はい、ちょっとゴルフはあんまりいいところを見せられなくて終わっちゃったんですけど、それだけがちょっと心残りです。これを見てる人たちはやっぱすげえなーと思って。だからシレット73ワンオーバー、うん、はい、シレット73のワンオーバーでラウンドを終えました鈴香ちゃんですが、まあ、今日はまあ不満足というかね、自分なりはもっとバーディーをね、はい、量産したかったってことですか。そうですね、はい、でもすごいなんかあの分かりやすくね、いろいろ解説もしてもらって、あ、なんてまだまだピチピチのね高校生ということで元気をたくさんもらったなというラウンドでしたかね。はい、半月ぐらいで公開されるんで、あ、はい、よかったら見てみてください、はい、見ます。どんな感じに編集されてるか、はいはい、では皆さん、これから未来のねプロゴルファーもまた撮影していけたらと思いますし、鈴香ちゃんはアメリカに行くので、いつかはアメリカに行ってアメリカの鈴香ちゃんを撮影できたらと思います。頑張ります、ね、もう行っちゃうからね。はい、ぜひ山口鈴香ちゃんの応援もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。バイバーイ。